と餌をですね捕獲しますよ。ほら、あイワシだね。イワシの子だ。あいるいる。ほらこれをつけ餌にしてやってみたいと思います。ダメだな、手前に当たってくるな。なんかかかった。あ、なんか食ってた。なんだ。サゴだ。チビカサゴが食ってました。カサゴ。はい、リリースしてあげよう。あれ、浮きがね、あれで浮きないな。浮きが消えてた。お、立てる。よし、来た。来てるよね。魚ですよ、これ。あれ、もう浮いてきたか。なんだこれ。あれだ。あれメジナ？メジナだ。相撲巻かないのに。あれ来たわ、メジナ。メジナが降ってました。びっくりした。まあまあいいサイズなんですけど。ほら34センチ。来た、ラッキーでした。昼間の仕掛けに変えました。ですね、ハリがグレバリの5号ハリス2号を2ヒロ、浮きが0号誘導やびき、今現在の重りは何も打ってません。一旦これでスタートして、状況を見ながら帰っていきたいと思います。椅子が取られてる。一旦誘導なくします。浮きを固定にしてみます。かなり浅いところにいるかもわからない。当たりましたね。やっぱ早いな。当たった。うら、うら、うら、なんだ。ああ抜けた。ええー、マジか。いけるか。乗った。あれ。なんでこんなに抜けんの。なんだこれ、何来た。やった、メジナだ。やった。あ、メジナがあんなに浅く浮いてるなら
いいかも。足裏ぐらい。あ、だけどメジナだ、浮いてんの。これは数釣ればある程度サイズアップするかもしれない。ほら浮いてるみたいなんで、もうハリスをカットしますよ。それの方が早い。サイズのアイゴもいる。やめとけやめとけ、アイゴだよ、やめとけって。このサイズのアイゴが湧いてるときついな。はい、このサイズですね。このサイズが湧いてるとちょっときつい。ダメだよ。叩いてるかな、どうかな。アイゴだ、アイゴですね。でかくなったアイゴ。うん、これはメジナだ。これはメジナですね。盛り上がる。よっしゃ、うら。うん、このサイズが多いんですね。手のひらから足裏ぐらい。ですよ。アイゴかな。アイゴだな。メジナっぽいけどな。サイズが小さいですね。メジナのサイズが伸びない。よし、これはいけるでしょ。これがメジナなんだ。そっか、このサイズのメジナが浮いてるんですね。これはメジナだな。小さいですよね。茶色、茶色いメジナ。
じゃないかも。メジナっぽいですね。よしメジナだ。ましたよ。何センチぐらいかな。31ですね。31センチ。よし、行きました。入った、そこから。小さいですね。だけどね、このサイズがものすごく多い。このサイズですね。このサイズがかなり多いんですよね。もう少しだけ。よし、あった。メジナだと思うんですけどね。あ、アイゴだ。やばいよこれは。
よいしょ。じゃあラストスパートいきます。あと1時間ですね。今もう午前11時を回ったんで、まあとりあえず釣れたんでね、よかったんですけど、まあそのうち1匹は釣れたというか、コマセも打ってない時に釣れてたやつですけどね。よし、当たった。よし、乗った。これは誰だ。すっげえ走るな。メジナだな。これはメジナっぽい。よっしゃ、メジナだ。30ないかな。振り上げていいかな。振り上げます。うら、切れるなよ。外れるな。塩焼きサイズぐらいですね。乗れよ、今度乗れよ。よし、乗った。メジナでしょう。メジナであって違うな。これアイゴだな。ゴツゴツしてるな。よっしゃ、ほらでっけえなアイゴ。よし、終わります。よしよ、お茶で。熱いわ。あ、喧嘩すんなら、あ、こっちおら、こっちおら、ほい。ほい。よい。熱いね、パンね。